ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、いきなりなんだけど、私たちってある意味 YouTuber みたいなものよね。まあ、YouTube に動画をアップしてる人を YouTuber というなら、当てはまるだろうな。この間ネットで、嫌いな YouTuber ランキングなるものを複数見かけて、どうか私たちがランクインしていませんように、って思いながら恐る恐る見てみたわけよ。で、どうだった？なんだか私もドキドキしてきたぜ。私たちはランクインはしてなかったんだけど、いくつかあるランキングのほぼ上位に、ヒカルさんがランクインしていたことに驚いたわ。ヒカルさんは日本の YouTuber の中でも、とても人気で知名度があるが個性的な存在だから。賛否両論あることは本人も知っているだろうな。でも、なぜヒカルさんが嫌われているのかがいまいちよくわからないわ。マリサに解説してもらいたいと思ってるのよ。では、今回のテーマは、人気 YouTuber ヒカルさんが嫌われている理由で解説していくぜ。ヒカルさんで動画一本だなんて贅沢。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、ヒカルさんのプロフィールを説明しよう。ヒカルさんのこと、知っているようで意外と知らないという人、多そうよ。私も改めて知りたいわ。ヒカルさんは1991年5月29日生まれで、現在32歳。兵庫県神崎郡出身の男性 YouTuber であり、実業家だ。YouTuber 以外にも実業家として成功しているなんて、自己プロデュース力に長けているだけじゃなくて、詳細もあるということよ。髪の色が半分黒色、半分金色という独特なヘアスタイルと、関西弁のマシンガントークが特徴となっている。あの髪型こそがヒカルさんのアイデンティティよね。2024年2月現在のメインチャンネル登録者数は489万人となっており、非常に高い数字なんだ。500万人の大台がすぐそこだわ。ここからはヒカルさんの経歴についてかいつまんで紹介しよう。もともとヒカルさんは高校を卒業後、地元の工場で働いていたが待遇面などが合わず退職。その後、情報商材ビジネスを始めた。情報商材ビジネスって初めて耳にしたわ。どういう仕事なのかしら？インターネットの通信販売などで、副業、投資、ギャンブルといった内容で、高額収入を得るためのノウハウが情報商材だ。それを販売する仕事が、情報商材ビジネスとなっている。つまるところ、ネット上で売り買いされる有料情報のことね。なんとなくグレーな香りがするわ。ヒカルさんは情報商材ビジネスを始めて、なんと1ヶ月で2000万円程度を稼いでいたという話だ。しかし、人に誇れない仕事という理由で、わずか半年で辞め。2013年6月に YouTube に、ヒカルゲームズ、というゲーム配信チャンネルを開設。YouTuber として活動を開始する。ヒカルさんが22歳になった時に、YouTuber になったというのは知らなかったわ。そして、昨年活動10周年だったようね。2016年3月にはメインチャンネルを開設し、半年で登録者数10万人。そのわずか2ヶ月後200万人を達成した。2ヶ月で90万人も増えたの？それはすごい快挙だわ。ヒカルさんが一躍有名になったのは、2017年4月に公開された。祭りの屋台で販売されているくじを大量に買う、という内容の動画だ。私も見たことがあるわ。大金を注ぎ込んだけど当たりが出なかった、ってやつよね。まさにそれだ。ヒカルさんは、祭りのくじ屋に当たりがあるかを検証するため、くじの買い占めに挑戦。しかし15万円を投入しても特賞が出ず、最終的にくじ屋の店主と口論となった。覚えているわ。15万円使っても特賞が出ないのは不自然だと、当時動画を見て思ったものよ。この動画がわずか1日で400万回以上も再生され、様々なコメントが寄せられただけでなく、ネットニュースでも取り上げられるなど大きな反響があった。まさにこの動画でヒカルさんの知名度が、一気に上がったわよね。2019年には、ヒカルさんがプロデュースするアパレルブランド、リザードを創設。1日で2000万円以上の売り上げを記録し、注目を集めた。アパレル事業も大成功しているわね。向かうところ敵なし状態だわ。2020年にはアーティスト村上隆氏とのコラボ T シャツの売上金約2200万円を、赤い羽共同募金に全額寄付。この寄付が認められ、2022年に日本国政府から紺綬褒章を授与された。紺綬褒章って一定額以上の寄付をした人が授与される褒章よね。ヒカルさんにそんな一面があったのは知らなかったわ。ヒ
カルさんはその活動スタイルから、ダーティーなイメージを持たれているが、近年、社会貢献活動に精力的に取り組んでいることはあまり知られていない。中でも、ドナルド・マクドナルドハウスへの思い入れが非常に強いそうだ。ドナルド・マクドナルドハウスって、病気の子供たちとその家族のための滞在施設よね。マクドナルドの店頭でも募金箱が設置されているわ。ヒカルさんはこの施設に1000万円を寄付したり、クリスマスシーズンにはおもちゃ100万円分を配りに訪問したりしているんだ。2021年現在で、これまでの募金総額は1億円弱と明かしている。素晴らしいわ。ヒカルさんの社会貢献活動を一人でも多くの人に知ってもらいたいわね。紺綬褒章を授与されたことについて、人生で初めての表彰状が天皇陛下からでした、と説明し、募金で売名してもいいと語るヒカルさん。やらない前よりやる偽善落ちで言っていると言えるだろう。この説明だけを聞くと、なぜ嫌いな YouTuber ランキングで上位なのかわからないわね。では、ここからその理由について、いくつか説明していこう。まず一つ目が、馬遊炎上騒動だ。ニュースでも大きく取り上げられ、当時、YouTube 史上最大の炎上とも言われたため、知っている人もいるのではないだろうか。ちらっと聞いたことはあるけど、難しそうな話だったからあまり理解できていないのよね。炎上騒動とは、不穏な雰囲気だわ。そもそも、馬遊って何のことなの？馬遊は2017年5月にスタートしたサービスで、ビットコインで取引する仮想株式である VA の売買を指す。また、自分自身の価値を売買する、というのが大きな特徴で、ヒカルさんは同年8月に、同じ YouTuber のラファエルさん、イッくんさんと共に馬遊を開始した。自分自身の価値を売買、物に対して値段をつけるわけじゃないっていうのが斬新ね。ただ、大人気のヒカルさんの価値となるとかなり高騰しそうよ。まさにその通りで、大人気 YouTuber という背景もあり、連日ストップ高での買い注文が続いた。ストップ高というのは値幅制限のことで、相場の急激な変動により市場が混乱するのを防ぐため、株価の上昇を一定限度内に抑える制度だ。つまり、大勢の人がその日の一番高い値段でヒカルさんの VA を購入したということね。ところが、開始5日後にヒカルさんや仲間が、何の告知もなく所持していた全ての自身の VA を売却。この売り抜けという行為により、それまで高騰していた VA が暴落するという騒動があった。たった5日で事態が急転しているわね。極初期に VA を購入していた、一部の人以外の株主のほとんどが大打撃を受けることになった一方で、ヒカルさんたちは数千万円単位の利益を得たとも言われている。大打撃ってことは、大損を被ったってことよね。それはめちゃくちゃ大問題なのでは。この馬遊炎上騒動における問題点は2つある。1つ目は、VA 購入を煽るような投稿や書き込みをしていたことだ。具体的にはどういう内容だったのかしら？例えば、VA を売却する前日に Twitter や馬遊掲示板で、購入を煽るような投稿をしていたことや、VA 保有者が受けられる特典である優待で、オフ会やセミナーをやる予定といった記載をするなどが確認できた。これって、期待を煽って VA 価格を釣り上げるだけ釣り上げて、何の前触れもなくその翌日に過去最高値で、全ての VA を売却したってことよね。利益を得る手順や損失の与え方が不当だと思われても仕方ないし、さすがに何の意図もなかったという方が不自然なのでは。問題点の二つ目は、関係者にインサイダー取引疑惑がかけられたことだ。実はヒカルさんが馬遊を開始したタイミングで、当時ヒカルさんが所属していた YouTuber 事務所、バズの顧問だった人物も大量にヒカルさんらの VA を取得。その後ヒカルさんらの売却とほぼ同じ時期にこの人物も売り抜き、大金を手にしたと言われている。つまり、ヒカルさんたちとこの人物がグルになって、組織的に情報を共有し、取引をしていたのではないか、ということね。まさにその通りだ。ただ、VA はビットコインであるため、法律上では有価証券ではなく商品という扱いだ。ビットコインは資産として認められておらず、また優待内容が明確ではなかったことから、インサイダー取引は該当しないため、関係者が罪に問われることはなかったとのことだ。とても難しい話だったけど、犯罪ではないということが一つの答えなのね。ただ、ヒカルさんたちがしたことは、グレーだと思われても仕方ないように思うわ。だからこそ大炎上したんでしょうけど。
事態を重く受け止めたヒカルさんは VA の売り抜きをした2日後に、自身のツイッターで一連の騒動に対して謝罪。また、売却した分の VA をビットコイン全額となる、5465万円相当を使って自社株買いすることも発表した。5000万円以上とは、すごいわね。その半月後には今回の騒動に関係しているヒカルさんとラファエルさん、イッくんさんの3人で動画を投稿。黒いスーツに身を包み、髪を黒く染めたいでたちで改めて謝罪した。さすがに普段通りの格好なら余計炎上するわよね。3人でバリューに参加したのは、互いに勝ちを競う企画に絡ませる予定があったこと。企画で上がった利益は、寄付に回すつもりだったことを説明している。また、当面の活動休止も発表されたんだ。これだけ大きな騒動を起こしてしまったのであれば、いくら犯罪ではないとはいえ、何もなかったように活動はできないだろうしね。この騒動から約5年後となる2022年6月に投稿されたヒカルさんの動画で、この騒動を受けて、低評価ボタン20万バットをもらう、登録者数60万人減少する、実家やお墓が特定されるといった余波があったことを明かしている。低評価や登録者数が減るのはまだしも、実家やお墓の特定は完全にアウトよ。今は当時よりも登録者数が増えていることから、不屈の精神で人知れず努力したことは明らかだろう。今これだけ持ち直したヒカルさんって、やっぱり自己プロデュース力が突出しているんでしょうね。ただ、この一件はネット界隈だけでなく、世間にも大きな衝撃を与えたため、7年経つ今でも、ヒカルさんを嫌悪する理由の一端となっている人は大勢いるようだ。年数が経ってもこの騒動が完全に消えることはないものね。私自身も理解が深まったわ。次のヒカルさんが嫌いな YouTuber と言われる理由、二つ目が、コラボ商品の買い占めだ。買い占め？内容によってはこちらも炎上しそうね。詳しく教えてほしいわ。まず、ことの発端は2023年11月25日に行われた、暴露系 YouTuber コレコレさんの生配信だ。そこで、ヒカルさんから被害を受けたという男性 A さんが生出演し、詳細について語っている。被害者がいるの？なおさら何があったのか知りたいわ。A さんによると、生配信の5日前となる、11月20日に発売されるティファニーとポケモンの、コラボアクセサリーを購入するため、前日の午後3時頃からティファニー表参道店に並んだ。当初 A さんの前には一人だけ並んでおり、それがヒカルさんのチャンネルメンバーである、イクミンさんだったようだ。ヒカルさんの代わりに並んでいた、ということかしら。その後、最前列は様々なメンバーが入れ替わり、発売当日午前9時頃にヒカルさん本人を含む3人が増え4人となり、さらに7人に増え、最終的に A さんの前には10人が並ぶことになったそうだ。それって交代で列の順番を取らせておいて、最終的に10人にまで膨れ上がったってことよね。これって A さん含めそれ以降に並んでいた人からは不満が出そうだけど、A さんが不安を感じる中、午前10時に販売開始直後、ティファニーの店長がコラボアクセサリーは売り切れになったと報告したんだ。どうやら商品自体は4個しか入荷しておらず、ヒカルさんのグループが購入したことで完売になったという。さすがにこれは A さんが怒っても無理はない気がするわよ。男性の後ろにはおよそ30人程度が並んでおり、この対応に批判が噴出し、言い争いに発展。当初ヒカルさんのスタッフは自分たちに4個全ての購入権があると主張したが、抗議が30分以上に及んだことから、ヒカルさん側が4個のうち2個だけを購入すると譲歩して決着したそうだ。ティファニー側が、1人1個までなのか、1グループ1個までなのか、明確にしておくべきだったわね。もっと言えば、こういった個数限定商品については、先着順じゃなくて抽選にするなどの方法も、検討すべきだったかも。ヒカルさんの言い分も聞きたいわ。ヒカルさんによると、店には60時間前から並んでいたと明かし、丸1日ほど経ったところでその時並んでいた4人が、ティファニー側から先頭を証明する、整理券を渡されたのだとか、割り込みについても、最終的に10人が列に並んだという話だったが、4人以外は現場にいたものの、整列時には列から離れていたと説明した。つまり、先頭を証明する整理券をもらった4人だけが、開店直前の列に並んでいたということね。でも、途中いなくなった時もあったようだし、ティファニー側が認めた購入方法だったとしても、割り込みしていると思われても仕方ないし、
後ろに並んでいた人は納得できないんじゃないかしら。これこれさんもモラルで言うと、どう考えてもヒカルさん側が悪いと指摘。さらに、これこれさんからティファニーからもらった整理券を、男性に見せなかった理由を尋ねられたヒカルさんは、見せていいかもわからなかったと説明した。確かに整理券を見せれば、ヒカルさん側の主張に納得してもらえたかも。後日、ヒカルさんはツイキャスで、この騒動の裏側を語る場面があったんだが、整理券についてはティファニー側から言及を禁止されていたことを明かした。一方、すべて英文で書かれており、理解できなかったとしつつ、4人で1枚という認識だったとも語っている。個人的にこの騒動は、買い占めようとしたヒカルさんのモラルに疑問があるものの、それ以上にティファニーの対応がまずかったように思うけど、一部のネットの声として、ティファニー側はVIP客であるヒカルさんだけに、先に在庫が4個であることを伝えていたのではないか、とする見方がある。数量限定販売ってことだけど、何個販売するかは公表されていなかったんだ？どうやらそのようだ。A さんをはじめとするヒカルさんグループより後ろに並んだ人たちは、何個販売するのかわからない状態で並んでいたとされる。それが本当なら何個販売されるのかわからないまま、買えるだろうと思って並び続けていたのに。自分の目の前で完売となったのなら、A さんや後ろの人が怒るのも無理はないわね。口論になった際のヒカルさん側の、自分たちに4個買う権利があったという主張も、そもそも最終的に4人が整列していたという点も、そのうちの1人が動画の主役となるヒカルさんだったことも、この仮説なら合点がいくんだ。もちろん真偽のほどは定かではないが、この一連の騒動でヒカルさんに、デキレースの印象がついてしまい、そこに嫌悪感を抱く人がいたようだ。話を聞いてると、並ぶルールや整理券などを公平に運用できていなかったティファニーに、大きな責任があると思うけど。ただ、ヒカルさんはこれこれさんの生配信時に A さんのことを、確実に転売ヤーと断言してしまったことを、問題視する人も少なくなかった。ヒカルさんは通話を切り終えた後に、これこれさんに謝罪のメッセージを送っているが、もやもやが残る結末となった。現場で和解したにもかかわらず、これこれさんに相談したことに不快感を示すのは無理もないけど、騒動に巻き込まれた側とはいえ、ヒカルさんも社会的なモラルを守るべきだったのかもしれないわね。ヒカルさんが嫌いな YouTuber と言われる理由、三つ目となる最後はトレカ売却だ。トレカの高額買取は一時社会問題になっていたわよね。今は少しは落ち着いているのかもしれないけど、一部のカードの高額買取は今も変わっていないようよ。2023年4月に公開された、ポケカ思い切って一部のカードコレクションを手放します。という動画内で、これまで購入したトレカの中から、一部を売却することを明かしたんだ。持っているトレカだったら売却するのは自由だと思うけど、解説の続きを聞きましょう。トレカショップに持ち込んだところ、遊戯王カードが16枚で約181万円。ポケモンカードが60枚で約460万円、査定漏れを合わせて650万円弱になったことを報告した。こんなに高額になるの？たかがトレカ、されどトレカね。この動画を見た視聴者からは、興奮を抑えきれない声が上がったが、一方で否定的な意見も見られた。どういう声があったのかしら？ポケカが好きなのではなく、カードの価値が好きなだけ、こういう動画が転売や投機目的で購入する人を増やす。純粋にプレイしたいだけの子供たちが、カードを買えなくなる理由がこの動画に詰まっている。といった苦言の数々が寄せられていたんだ。確かに、トレカって本来は遊ぶためのツールだものね。プレイするために集めていない人が買い占める行為は、本来のトレカの趣旨からずれているという意見が出るのは、当然だと思うわ。霊夢も話していたように、トレカの転売問題や大人買いは社会問題になった。それだけにヒカルさんの大量売却に、過敏に反応してしまった人も多かったようだ。トレカで遊ぶのを純粋に楽しんでいる子供たちが見たら、悲しんでしまうかもしれないわ。ヒカルさんは知名度が高いから、一挙手一投足が注目されているわ。だからこそ価値観によっては、よく思わない人も一定数いるのかもしれないわね。登録者数や再生回数を見ても、一流 YouTuber であることに変わりはない。これからも色々な話題を提供してくれることだろう。ここまで話題にこと書かない人も珍しいわよね。今後のヒカルさんの動画を楽しみにしている人も多いと思うわ。
個人的には、お祭りのくじ屋さんの令和バージョンも見てみたいぜ。ヒカルさん、ぜひ検討してみてください。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。